まあ、適度にね、ちょっと返しながら、ホイプードル色になっていきますよね。これがね、美味しそうなんですよ。皆様、本日はこの動画を見ていただきありがとうございます。本日はですね、皆様にお伝えしなければいけないことがあります。この間の私の泥酔報道ですけども、あれは全くの事実でございます。違います。嬉しい発表でございます。はい、なんと私、酔っ払い YouTuber だと皆さん思われてると思うんですけど、実は僕本職料理研究家なんですよ。去年の末にですね、ここにもありますけども、龍神記仕込みレシピという本をね、ひそやかに発売させていただいたんですけども、今回、なんとですね、レシピ本大賞という名誉ある大賞のですね、大賞に選ばれました。はい、これもですね、このチャンネルを見ていただいて、僕の至高のレシピを作っていただいて皆さんのおかげでございます。本当にありがとうございます。ということでですね、本日はレシピ本大賞、感謝動画ということで、こちらのレシピの中でもですね、特に人気である至高の唐揚げ、前にね、動画も出してるんですけども、私ね、至高の唐揚げを作ってからもう何年も経ってるんで、今僕が至高の唐揚げを作ったらどういう風になるかと、ベースは変わらないんですけども、ちょっとね、テクニックを使いながら至高の唐揚げリバイバルということで、超至高の唐揚げ、ネーミングセンスが全然ないですけど、作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。スーツでやってあるんですけど、あの実はこれ今日これ撮影終わったら行くんですよ、この授賞式に。はい、なんで、今日スーツで作ります。スーツで唐揚げを揚げる男でございます。はい、新鮮すぎるね。今回はですね、鶏もも肉、350g ぐらいの、1枚ですね。はい、まあこれ別に多くても構いません。はい、300でも400でもいいです。ニンニク1かけ、元レシピにはなかったんですけど、今回生姜も入れてみます。この間ね、至高の唐揚げに生姜を加えたの結構美味しかったんで、調味料は概要欄に書いてあります、そちらチェックしてください。エプロン着よう。いやこれ徹夜マンマがちょっとあのエプロンが白くて言われて、確かにね、油まみれで大賞受賞するわけにいかない。なんかメディアもいっぱい来るみたいなんでということで、やっぱ乾杯でしょこれ、受賞したんだから、お祝いを皆さんとさせていただきたいと思います。この受賞はですね、僕もそうなんですけども、スタッフのみんなのね、力もあり、この受賞になったということで、今日はね、スタッフね、あの僕いつも5人いるんですけども、5人と乾杯したいと思います。はい、はい、今日はもうチタ祝いだから、もう開けちゃう、適量でね。はい、ということで、レシピ本大賞受賞おめでとうございます。おめでとうございます。まずね、鶏もも肉なんですけども、まあ、僕の切り方なんですが、大体ね8等分ぐらいにするんですよ。で、僕の切り方なんですけども、あの唐揚げの動画だと余分な角を切ってくださいとかっていうのが多いんですけど、僕切りません。なんでかっていうと皮うまいからね。あの気になる方は切ってくださいね。で、筋も取りません。なんでかっていうと筋のコリコリ感大好きだから。はい、だから鶏が好きなんだよ僕ね。真ん中切るとまあまあ、分かると思うんですけど、血の方が熱いですよね。はい、8等分ぐらいにしたいんで、まあ、真ん中切っていただいて、これまた真ん中、まあ、そうすると1ピースがこんな感じになりますね。はい、6等分ぐらいにする方もいらっしゃるんですけど、僕はね、あの火の通りとかも考慮してこれぐらいがいいかなっていうふうに思いますね。均等にね、ピースでね、切っていただいて、この辺りで切って、でまあこんな感じで、はい、均等に切っていくと。あ、皮余ってるじゃないですか、これ巻いちゃえばいいね。半分にして、今回ね8等分のピースでやっていきます。はい、入れていきます。ポイポイポイっと、ね、唐揚げね簡単なん実は。じゃあね、ニンニクも皮取っときました。で、生姜もね、ニンニクと生姜はまあ 5g ずつぐらいですね。で、こいつをすっていきます。すりおろしのニンニクと生姜を入れる。はい、至高の唐揚げの時はニンニクだけだったんですけども、専門店に近い香りになりますね、ニンニクと生姜両方合わさると。料理で一番重要なのって香りなんですよね。なんで香りをつけていくっていうのは非常に重要です。はい、で、飲食店さんとかで食べる料理っていうのは結構香りを重視して作られてるところが多いですね。生姜は皮ごとすりおろします。皮ごとすりおろした方が香りが強いので。そして、手についた生姜とニンニクの香りで自らを仕込んでいます。くー、醤油ね、僕はね、ヤマサ派なんでね、最近ね、醤油ヤマサの使ってます。醤油大さじ3杯で、大さじ3杯って結構
多いんですよ。あの大体の唐揚げはね、1枚に対してね、大さじ2とかでやるんですが、僕の場合はね、お醤油結構使います。これなんでかっていうと、短時間で漬けられるからです。で、これみりんが大さじ1、はい、甘みをつけていきます。酒は、肉の臭み抜きと、あと、酒の旨味を入れるっていうことですね。味の素かなり入ります。はい、1,2,3,4,5,6,7,8 振りです。なんで、味の素を入れるかっていうと、鶏肉にイノシン酸っていう旨味が入ってるんですけども、ここにグルタミン酸の旨味を加えると、イノシン酸とグルタミン酸が合わさると旨味の相乗効果が入るんですね。なので、ここに、旨味を入れるとものすごいね、パンチの効いた味になります。スパイスね、入れていきます。ナツメグ1,2,3,4 振り、5振り入れていいや、5振り、5振り、5振り入れます、はい、今回は超至高の唐揚げ GT なんだね。香りつけていきます。オールスパイス、オールスパイスは、大体フライドチキンとかに入れるんですよ。だからチキンとお肉と すごく相性がいいです。オールスパイスは1,2,3,4 振りぐらいですね。クミン、カレーとかに使われる爽やかな香りがするんで、これを1,2で、ブラックペッパー、ね、辛み と、香りです。爽やかな香りですね。1,2,3,4。そして、全部こう混ぜていきます。漬け汁が結構多いんで、香辛料は多めです。僕ね、至高の唐揚げの時言ってなかったんですよ。これ、丸1日とか、一晩とか寝かすと、唐揚げのに、塩分が入りすぎてしょっぱくなります。漬け時間を15分いってるんですけども、それでもう揚げちゃってください。つけても1時間ぐらい、こうやってよく揉み込んでください。揉み込むと味の吸収が良くなります。遠く揉み込みながらやると10分15分ですっごく味の染みた唐揚げになりますんで、やってみてください。揉み込んだらこれ15分だけちょっと置いといてください。漬け込む時はこれ常温にしてください。なんでかっていうと、お肉は冷たいより常温の方が中に火が通りやすいんですね。だからよりジューシーになる。はい、じゃあ常温に置いて 10分から15分置いておきます。じゃあ揉み込んでですね、結局常温で15分ぐらい、10分から15分つけました。フライパン、火かけ、中火でいいです。中火で火かけて、油入れていきます。油は、今最近油高いじゃないですか、サラダ油なんで。小さめのフライパン用意してください。小さめのフライパンに、底、鍋底1センチでいいです。1センチだけ入れてください。僕の唐揚げ1センチ大丈夫です。はい、そうすると唐揚げがちょっと空気に触れてよりサクサクになるんですよ。なんでこれは、ケチってるわけじゃなくて、むしろこれが美味しい揚げ方なんですね。粉まぶしていきます。で、気をつけていただきたいのが、この、皮ね、ちょっとねピント張ってください。皮って、火が通んないとブヨブヨなんですよ。なんで美味しくなくなっちゃうので、皮が中に巻き込まれてたら、外に引っ張り出してください。で、粉も、あんまりねつけないね、薄衣が今流行ってるんですけども、僕の唐揚げはちゃんとつけるね、白くなるぐらいまでつけます。皮引っ張ってください。引っ張ってつけてください。はい、しっかりつけるね。唐揚げは衣がうまいですからね、衣はしっかりつけましょう。そしたら揚げていきます。中火で温めたところに、はい、揚げていきます。で、入れたら全部ね、この油にね、ドボンとつけさせていただいて、この量だと、唐揚げのね、頭が出ちゃうんですよ。頭出ちゃうんだけど、全然これで大丈夫なんで、むしろね、空気に触れることによってすごくね、良くなります。ひっくり返してね、こういう香ばしい色が上がったら、ひっくり返していくよ。大体ね、これぐらいの油の量で中火で揚げていくんだったら、4、5分かな。ちょっとね、置いといて余熱で火を通すっていうのが一番柔らかく仕上がります。はい、あんまりね、ゴングロに揚げても肉って硬くなっちゃいますんで、で、まあ、適度にねちょっと返しながら、濃いプードル色になっていきますよね。はい、じゃあ全体転がしながらね、これぐらいの、まあ、ちょっとね濃いプードル色になりましたので、また揚げていきます。こんな感じですね。はい、この状態で、置いておくとじんわり中に、火が入ってきますので、1分か2分、油を切ってください。そしたら盛り付けます。はい、じゃあ休ませも終わりましたので盛り付けていきます。あ、まあまあ普通にいい色に上がってますね。やっぱね、醤油味のね唐揚げはね、こういう感じでね茶色く仕上がるんですよね。これがね美味しそうなんですよ。で、最後にこのカットしたレモンを添えていただいて、超至高の唐揚げ完成でございます。それでは
いただきましたので食べていきたいと思います。ハイボールには唐揚げでしょ。え違う、唐揚げに唐揚げにはハイボールでしょ。ハイボールが主役になっちゃうでしょね。まあまあハイカラでいきましょう皆さん。いやすいません、これから受賞式行かなきゃいけないのに。もうじゃあいただきます。くぅ、少しレモン。じゃあいただきます。こんなうまいもんあるかね。いろんな唐揚げ食べたんですけど、この唐揚げが一番好きだな俺は。今回は、ね、生姜も入ってて香りが補強されてるんでなおさらうまいです。空気に触れさせながらやったんでザクザク。ナツメグだけでもいいんですけども、オールスパイスとブラックペッパーとほんのりクミンね、これが入ると高級感が増します。これだけで唐揚げ専門店で言います。めちゃくちゃうまい。レシピ本大賞の受賞なので、もうちょっと打ち上げです皆さん。唐揚げパーティーパーティーパーティー。どうぞどうぞ。うまっこれ以上無理だ。現時点ではそう言ってますけど俺さ、すぐさ塗り替えるもんね。いつもこれが一番うまいって言ってるけど、一応全部更新してるから、うん、最新が一番うまいから、うん、ということで、私はこれからこのハイボール飲み干して撮影に行きますんで、その撮影の様子はこれ出すね。エンディング的な感じでちょろっとお見せすると思いますんで、そちらも見たかったら見てくださいもし虚無でレシピ本大賞取ったら虚無で出るから、うん、それはいいんだよマジで虚無で出るからね。まあ、そこまで取ってくる。あの感じで行くからね、授賞式まで。虚無レシピ本もまだ出てないですけど多分出すと思うので、そちらもよろしくお願いします。あ、至高のレシピよろしくお願いします。はい、買ってください。龍二著、来自者、龍二式至高のレシピです。おめでとうございます。いい蔵出ましたね。2人で書いたわけじゃない。2回目の受賞ということで、一昨年を受賞した本は、じゃがりこ混ぜてたんですよねじゃがりこにお湯入れて混ぜてたんですよ。なんで、はい、まあ、ザ・バズレシピというか、そういったものを作っていたんですけども、今回はこの至高のレシピということで、この本って僕が料理研究家やるときに一番出したかった本なんですよ、うん、はい、でこれは、本当に基本のレシピしかやってないです。ハンバーグとか唐揚げとか、うん、要はバズレシピじゃないレシピ本なんですよこれね、うん、はい、僕はチャンネル、YouTube でチャンネル持ってて、バズレシピバズレシピっていつも言ってるんですけども、実はこの至高のレシピっていうのはバズレシピじゃなくて、僕が、思う一番、世界一美味しい料理っていうのを集めた、まあ、ちょっと僕のエゴがいっぱい詰まった、本なんですね。一昨年は何ですかね、本当になんか混ぜて乗っけただけみたいなのをやってたんでこういう本ってどうなんだろうなっていうような、いや、お前これ至高のレシピって言ってお前じゃがりこ混ぜてたじゃねえかみたいな声があるんじゃないかなと思ったんですけども、まあ、今回ね受賞させていただいたっていうのはすごく、僕にとっても、嬉しいなっていうふうに思いますね。これ構想的にはもう、3年ぐらいかけて、はい、全部の、レシピを作りましたんで、めちゃくちゃ自信はありますね。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございました。